小葉のバ葉ツ,ツジは、ツツジかツ,ツジ族の落葉低木。葉が3枚展開する、バ葉ツ,ツジ類の一種で、関東地方南部から中部地方南部に分布する、バ葉ツ,ツジに比べて、葉が多少小さいためこの名となった。樹高は3メートル程度になる。3から4月頃に、高子色から泡紫色の花が多数咲き、里山の春を彩る。花は、 直径約3から4センチメートル。花粉が細い糸で繋がった構造をしており、昆虫の体に付着しやすくなっている。また、1本の雌しべの周りを取り囲むように10本のおしべがある。加賀から、おおむね1つの花が咲く。刈り込んだ後の方が力が強くて、日当たりが良い場所では花付きが良い。学名は網目を示し、葉の裏の網目が目立つ。果実は、 縦割れができる1センチメートルほどの果てで、その中に1ミリメートル程度の種が200ほどできる。日本のツバツツジ類の中で最初に学名が付けられた。東は神奈川県西部。北は岐阜県の日田地方や福井県から鹿児島県までで、日本のツバツツジ類の中で最も幅広く分布する。特に愛知県伊勢の乾燥した赤松小ならばやしなどでは、 かなり普通に見られる。ありがとうございます。